こんにちは、フロートリーフチャンネルです。いや、こちらですね、あの空植物園さんっていうですね、あのプラントハンターさんがやってらっしゃるブランドの方から、まあ、非常に変わった植物が入荷してますので、ご説明していきたいかなと思います。まあ、こちらですね、あのパイナップルの仲間のクリプタンサスっていう植物で、まあ、結構この縞模様とかがある品種はよくあるんですけども、まあ、このように黒葉の品種っていうのが非常に珍しくて、まあ、クリプタンサスブラックなんていうふうに入荷してきてるんですけども、まあ、非常にかっこいい植物ですね。で、まあ、クリプタンサス属自体が割と小株を吹きやすくて、なおかつこう頑丈なので、まあ、割とこのバリエーションがありますから、コレクターなんかが昔たくさんいたらしいんですが、今だいぶ作ってる人が少なくなって、また逆にリバイバルで人気が出始めてきてるらしいんですけども、まあ、このようにですね、もうたくさんのバリエーションがありますので、いろいろともし見かけたら集めていただくのもいいんじゃないかなと思います。で、管理方法としては、まあ、こう基本的に植えていただいてもいいですし、着生植物なんで、なんか水苔とかヘゴ板にくっつけていただいてもいいとは思うんですけども、まあ、普通の、まあ、エアプランツとか言って言われてますチランジアですとか、まあ、その他のブロメリア類とあんまり育て方としては変わらないんで、まあ、この葉筒に水溜めていただくか、まあ、こう植えていただいてっていう形で、で、あの強光線すぎちゃうと葉が焼けちゃうので、なるべく遮光した環境下であの作っていただけるといいんじゃないかなと思います。水は、まあ、頭からサバッとこの表面の土が完全に乾いてから与えていただければ十分なので、まあ、ぜひですね、こちらのクリプタンサスもそんなに扱いも難しくないですし、色のバリエーションが本当に豊富なので、集めていっていただけると面白いんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。